た、期待したい、よっしゃー、どーん、よし頭だそうです。よい32、よい132、よい32だ、よい32、け、100みたいなルール以上しないとダメみたいなルール。なんだそりゃ、なんだそりゃそりゃ、ナイス、ダッシュが大事。あ、お前さ、カッコつけん、おい誰これ、ベルナルド・シューバー、走んないんだったら帰れよ、お前。お前がやってんのはサッカーだろ。サッカーが走んなかったら終わりだろ。で、敵にぶつけんだよ、わざわざ、おい。で、おい。で、どうしよう。はい。この毛使ってみる。おろ。なんで？うまっ！うわっ！ネイマールっぽかったね、今。ありゃー、めっちゃ良かったわ。おお、そろそろ行こうかな？ナイス。ネイマールパス出せる？無理か。お、来た、期待したい、よっしゃー、うん、ナイス、うわ、ゴール。さすがに今のは期待しちゃった、ごめんね、期待して。上から行きます。おい、俺は通ると信じてる、信じて俺がバカだった信じて俺がバカだった、マジで単純に信じて俺がバカだった。何それ、こつけてえならお前よそ行け。おお、なんで右足で打った、お前右好きか、おい、右足でしっかり打とうね。おー、右足頭だそうです。よし、変わった、なんでクロスにしたいのかな。え、今抜かれるとこだった。どういうことか。今話題のあれかな。なんとかヘディング。いい。出た。わお、スティー。ナイス、終わるでしょ、よし。ロナウドあれかな、なんとかヘディング、違うかな、覚えてねえ、アイコン。トフミも変わっちゃった。ニッシングヘディングみたいな。よし、頑張ろう。ナイス。
ビルマンダッシュ。上、いやー、修学旅行どこ行ったっけな、俺。修学旅行。クロスかい。修学旅行で九州行ったかな。期待してないと思ったよりもいい活躍をしたときに、どうしても、よいしょ、そう。期待してないと、どうしてもいい活躍をしたときに、嬉しいじゃん。そんな目できたのって。今のも、やばればスルーパス出せるわけねえんだから。期待しないで、いい活躍して、いい活躍をしたときに褒めてあげればいいんだよ。でもさ、そう、最初からやるよってなるよな。なんで最初から選んの？いやー、俺のパスが悪い。あの、パス下手くそだなぁ。ま、でも期待してないから。パスの出しどころが多すぎて悩んじゃう。で、釣り出して。あっちゃー。2月に東京に行く？修学旅行で？あ、まあそっか。修学旅行。東京のどこ行くの？東京って言っても広いじゃん。僕はないけど。観光できる。東京。湧いとるやん。お前じゃない！修学旅行で東京ってどこ行くの？大体。浅草とか。渋谷とか新宿行かねえよな。池袋とか。え、こっちゃんねえよな。学生だもんな。おっと、どこだ？浅草とか、え、釣りとか、バカにしすぎそれなんか、ボタンとか。だよね。品川？あ、水族館とか。ま、浅草はいいよ。なるほどね。まあ、浅草は定番だよ。修学旅行東京か、いいな。この修学旅行で東京に来れるって、こっちは向こうだし、向こうはこっちなのかね。中学が京都で高校が九州って、あ、京都大好きなのね。うん、上がっていったらさ、なんとも全部雨でさ、なんだよもう。京都雨の、まあ雨の京都もだけど、修学旅行ぐらいはせめて晴れてほしい。あ、もう使わないんだ。あ、ラストチャンスあげる。東京ドーム？なんかあんの？東京ドームシティとかってこと？野球見るわけじゃないでしょ。あ、周辺のあれかな。結構いい感じのジェットコースターあるよ。おすすめあれ。に怖い。これはね、なんだろうな。パスポットか。どこ、こいつら個人で遊んどん。寝さしとけばいい。あんないんだから。6、よいしょ、クリアじゃ。よっしゃー、あと試合6。よし。
あと1体いきましょう。